今のは裸の対象っぽいですね。格好が。だんだん宇宙人っていうより人になってきたんじゃないの？お腹が空いたんだな。ご飯なんだな。やっぱり、山下清ですね。それでは次回、清を救出するところから再開したいと思います。では、UFO 実況プレイパート16、今回はこれで終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。さよなら。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。UFO 実況プレイパート15やっていきたいと思います。前回はパート16とかわけのわからないことを言っていましたが、気にしないでください。それでは AM11 時、前回撮り逃した、清のバッチシーンを撮るところから再開したいと思います。ここですね。この位置でいいのかな。で、ご飯粒なのかな、あれは。が減ったら取ればいいはず。減った。取れたかな。それでは戻ります。嘘です。戻らないです。違うとこ行きます。次の時間行きます。お、もうこの部屋はお昼か。さすがにもうないのかな。お、来ましたね。ピアノかな、今度は。まだこっちか。特に変化はないですね。あ、失敗した。何も考えずに撮ってました。あらら、帰ってしまった。まあいいや、一旦店に行きます。お、よし、バッチシン。バッチシーン。バッチシーンって最初の頃言ってたけど、全然言わなくなった。久しぶりにパート1の動画見たら、こう、どうするかっていうのは全然定まってなくて、ものすごいなんかちぐはぐなことを言ってたような気がしました。はい。じゃあちょっともう一回センサーが反応してたので、この時間も最後までいてみたいと思います。ちょっとさっきは失敗しましたね。きっとセンサーが光ったのは何だったんだろう。ちょっとここに一旦構えて。出てくるかな。
どこにいるんだろう。最初はピアノ弾くやつかなと思ったんですけどね。じゃあちょっと何か反応があるまで待機ということで。ちょっと元ネタを早く全部使い切ったのが痛い。あ、キャットマダムはコメントにも書いてあったようにキャットウーマンですね。誰でしたっけ？キャットウーマンでラズベリー賞。ん？ゴールデンラズベリー賞を取ったのは。ハルベリーだった。ハルベリー？違ったかな。よし、時間になりましたので、一旦現像しようかな。反応はありませんでしたよね。一応ちゃんと見てたつもりだったんだけど。はい、あれ、入ってきた瞬間に撮ったと思ったんだけど。あれ、センサーは反応してるのに全然映ってないな。まあバッチシーンではないでしょう。ということで違う時間行きます。お、だいぶ行く時間が減ってきたな。では201号室行きましょう。201号室は誰だったっけ。サラリーマンか。